なぜ猫はあんなことをするんだろう。猫は可愛くて憎めない200万以上ある YouTube の動画が260億回再生される中で、猫は何かに飛びつき、飛び上がり、よじ登り、狭い場所に入り、忍び寄り、ひっかき、音を立て、喉を鳴らす。そこで一つ確かなことは、猫はとても愉快だということ。このように不思議な猫の行動は楽しいと同時に不可解でもあり、たくさんの人がこう思う。なぜ猫はこんなことをするんだろう。いつでも猫は単独行動で、自分より小さな動物を捕食するとともに、大きな肉食動物の獲物でもあった。捕食する側としてもされる側としても、種の存続は極めて重要な本能的な行動にかかっていた。それは現在の野生の猫にも家猫にも見られるものだ。あなたが飼っている家猫のグリズモの行動は不可解に見えるかもしれないが、これと同じ行動が野生の猫に何百万年にもわたり自然に受け継がれてきており、それがグリズモを一層猫らしく見せているのかもしれない。彼らは独特の筋肉組織と優れた平衡感覚で、高く見晴らしの良い場所に登り、自分の縄張りを見張って野生の獲物に狙いを定める。グリズモは今この能力を発揮して、獲物を探して捕まえて食事をする必要はない。でも本能的に本棚の上からリビングを見渡す行動は、まさにグリズモが進化してきた結果なのだ。野生の捕食者としての猫は日和見的で、獲物がいればいつでも狩りをする。猫の獲物の大部分は小さいものなので、空腹を満たすため野生の猫は毎日たくさんの回数を食べなければならず、忍び寄って飛びかかり仕留めて食べるという戦略を用いる必要があった。だからグリズモは小さなおもちゃを追いかけ飛びかかるのが好きで、昼も夜も少しの量を食べ続けるのが好きなのだ。さらに自然な環境で小さな獲物は狭い空間に隠れていることが多いので、容器や隙間に入ろうとする。グリズモの癖は何百万年も前の祖先が持っていたのと同じ種の存続を確かなものにするための好奇心によるやむを得ない行動なのだ。野生の猫は登ったり狩りをしたり、身を守るために鋭い爪が必要だった。身近にあるものの表面で研ぐことで爪を良い状態に保ち、背中と足の筋肉を伸ばし、同時にストレスも発散している。だからグリズモはあなたのソファーや椅子、オットマン、枕、カーテン、その他の身の回りのものが嫌いなわけではない。これらをボロボロになるまで引っかいて、爪を万全の状態に整えているのだ。なぜならそれこそがグリズモの祖先が生きるためにしてきたことなのだから。捕食される側としては、猫は捕まらないように進化してきた。自然界では捕食者を避けることが最も得意な猫が生き延びてきた。だから今あなたの家でグリズモは狭い場所に滑り込む天才で、私たちが予想もしない場所を探し求め隠れているのだ。清潔で無臭の猫用トイレが好きなのもこのためだ。そうすれば自分の居場所を近くで嗅ぎ回っている捕食者に知られずに済むからだ。猫について知っていることを全て考慮しても、彼らの最も目立つ行動の一つは最も謎めいたものの一つでもある。猫が喉を鳴らすのにはたくさんの理由がある。心地よさやストレス、空腹など。でも興味深いことに、彼らが喉を鳴らすその周波数は25から150ヘルツで、組織の再生を促す範囲だ。喉を鳴らすグリズモが素晴らしい昼寝仲間になる一方、その音が彼女自身の筋肉や骨、そしてあなたのまで癒しているかもしれないのだ。彼らは長年にわたり食べるために狩りをしてきた単独行動の捕食者として、そして生きるために逃げて隠れる被食者の両方として進化した。だから現在の猫は何百万年にもわたり自然の中で生き延びるための素質の多くを受け継いでいる。一見すると不可解な彼らの行動も説明がつく。彼らにとって私たちの住処はジャングルなのである。でもそうだとしたら、猫から見ると私たちは何者なんだろう。彼らと獲物を取り合う大きくてバカで毛がない猫だろうか。いつでも出し抜けるひどく間抜けな捕食者。あるいは猫は私たちを獲物だと思っているのかもしれない。奇妙な生物から歴史の隠れた登場人物、宇宙の秘密、あまり大きな声では聞けない体についての疑問、脳の活性化に役立つ謎々など、まだまだ知りたいことがたくさんあるなら、チャンネル登録をお願いいたします。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。